いやー久しぶりの浅草だな。ドンキホーテ以来だ。あ、スマイル浅見さん。あ、ドンキホーテ以来だ、ね、ドンキホーテありがとうございます、はい、くれて、あの僕のあのほぼ地元みたいな。あ、浅草ね。浅草、はいはい、清澄白河以来のねこの感じなんですけど、っていうか久しぶりですよねこれ。そうだね、皆さんご無沙汰してます。浅草来たのも久しぶりだし、マッスルグリップ動画に出るのも久しぶりだね。久しぶりじゃないですか、はい、今日は、はい、復帰事務所が格闘技のジム、はい、作ったっていうことで、で僕ねこれスタートから結構携わってて、はい、まあ、今格闘家増えてきたじゃないですか、うちの事務所も、はい、なので浅草にオープンしたんで、そこちょっとご案内できればな。なるほどね。はい、浅見さん初めてでしょ。初めてですね、はい、あそこに見えます看板が出てる。あー本当だ、はい、カラオケドン。ちょ違うとこ、カラオケドンじゃないです。カラオケドンじゃない、こっちから見て、こっちから。あーそこか、はい、はい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 、わ、はい、かりました、はい、わかりました、はい、じゃあちょっと行きます ね、はい、徒歩1分以内ぐらいなんで、お、はい、ここの抹茶屋さんが結構行列できてるんですよ。あ、本当だ。もう高齢者の街じゃないね。結構高齢者の街。見えてきましたよ。はいはいはい。もうすぐそこなんです。すぐそこなんです。はい、あれ。でかい人いるな。でかい人いるな。タイソンみたいな人いるな。すいません。はい。どうされました。あの、はい、このジムに来ればブレイキングダウン出れる。いや、それっぽすぎる。元気さんじゃないですか。元気さん。いやー、久しぶりです。あのここのジム、はい、なんかできたって聞いて。そうですよ、はい、で僕ブレイキングダウン出たい。なんでブレイキングダウンだ。ちょっと中入って行きましょう、みんなで、はい、まだマジで見てない、はい、行こう行こう。入り口ですね、中見えるようになってます、ね、見えるようになってますね。ヒーローさん、ヒーロー代表、代表格闘家ですからね。そうですよね。あとはい、こんにちは、アキトです。アキトさんも来てほしいですね。そうですね、はい、じゃあ中に入りますね。ですごい、いいっすね。そうですよね、事務所とあの更衣室っていうことですね。なるほど、はい、あ、ここだけじゃないんだ。そうです、そうです。ここ広いっすね。そうそうです、はい、かなり広いですね。おぉ、はい、へぇ、休んでいないっすよ。じゃあ上にあるね。なるほど、はい、じゃあここが更衣室。そうですね、そうですね、はい、更衣室エリアですね。すごすごいっすよね。ここがこんな感じのマットなんだ。そうです、そうです。もっと柔らかいかと思ってた、すごく。あ、そうですか。結構でもこれでも柔らかめです、かなり。あ、そうですか。はい、これもう一個上もあるの。もう一個上もあるんですよ。え、なんか天井高くていいっすね。高いっすね。これこんな白くて血だけになって大丈夫なんですか。いや、血だけになんないんで。すごいっすね、はい、広っ。サインもあって。そうですね、 C プラス10です、はい、すごいねこれ。ここでレッスンとかやって、はい、格闘技の。そうですね、そうですね。で僕も時々あのインストラクター入るんで。おお、はい、それは贅沢じゃないですか。ぜひぜひ元気さんも来てください。元気さんも。いや、帰ります。あ、じゃやってるやってる。え、結構いけるよ。あ、やってる。結構無茶な。無茶しないでくださいよ。これが2階、ここが。そうですね、はい。え、あともう一個やる。もう一個あるんで。何、ラーメン屋。ちょっと会員制のラーメン屋。会員制のラーメン屋。あ、すげえ。あ、筋トレできんだ。筋トレできますよ。しかもあのスタッフ、スタッフだったらいいっすね。スタッフっすね。ちょっと待って、はい、まだあんの。まだあるんですけど、上はこれ以上はないっす。あの、あ、そうなの。屋上がある。屋上がある。サンドバッグもあって。サンドバッグありますね、はい、あと2個つくんでね、これね。はい、ここいいじゃん。いけるな。いけます。何がいける？いける。何が。結構いける。いけますね。結構いける。何がいける？でこっちはあのパーソナルですね。ミットとか。あ、ミット打ち。はい、そうです、そうです。なるほどね、はい、ちょっと待って、はい、入ってるよね。入ってるよね、これ。入ってないですよ。加藤入ってるよね。入ってないですよ。ホエールあたり入ってるじゃないですか。ホエールの方がでかいです、多分。浅見さん、あの一番最初バイトのキュールで買ったのサンドバッグですもんね。そうだね。こんな感じですか。軽くミットやってみないですか、元気さん。いや、やりたいですね、はい、いいですか。ちょっとお願いします。あ、僕やったことないですよ、ミット。あ、そうっすよね。人生で、はい、初めてなんで。まずだから、はい、僕の思ってるパンチ、はい、あ、そうですね。まあ、はい、ジャブ。そうです、ね、はい、まあ、見るのは好きなんでね。知識はあるんですけどね。強そうすぎらせ。やったことないね。ジャブこっちで受けるんで。この感じでいいですか。その感じで大丈夫です。
はい、結構っていう、そうです、そうです。やばい、あのすごい圧がすごい、やっぱ圧がすごい、圧がやばい、圧、圧し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 じゃないですか。はい、おい、えい、じゃストレートいきますか。いや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 、パンチングマッチ、顔飛ぶ、顔飛ぶ。じゃあワンツー、あ、強い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 、あ、めっちゃいいっすね。本当っすか。はい、めっちゃいいっすね。おい、上手くなってきてる。上手くなってきてる。見たらやりやすいかも。はい、うまく、やっぱこれ持ち手の、持ち手のこれなんで。な、あ、そうです。強いっすね。あれ、これあれじゃないの。これなん、あの、なんだっけ、テンプシロール、テンプシロール。それあの、サッカー選手からの子供の時にボールパフォーマンス。すごい、面白い。パワー、半端ないっすね。マジっすか。はい、パンチングマシンで多分300とか出る人めっちゃ強いでしょうね。おー、それなんか、そういう企画やりたいですね。うん、誰が一番パンチ強いか。はいはいはい、はい、ね、はい、待って、汗かいてきてる。いや、そりゃ、そりゃそうでしょうよ。そりゃそうでしょうよ、こんなでかい人が叩いたら。11月中、半ばなのに。確かにそうですね。これ痩せる効果、痩せる効果あり。めっちゃカロリー使う人ね、これ多分。そうっすよね。だから楽しいし、ジムとしてはそのレギュラークラス、はいはいはい、次会員の人と、あとこうやってもう本当マンツーマンでパーソナルもある、はい、そうですね。あ、それはいいっすね。そうですね。で、レギュラー会員の人はまあマンスリーでお金払って、そうです。で、毎日、はい、来て、はい、平日が、まあ、夕方以降で、土日はお昼ぐらいに、はい、クラスがあるんで、まあ、それに通う方だと思います。パーソナルはトレーナーと一対一で、そう、好きな時間に来てやっていく。めっちゃいいっすね。だってスペシャルコーチで、あの山田さんとか、あとドミネーターさんとかね、三浦さんとかね、来るって言ってましたもんね、はい、そうです、そうです。これ、はい、結構出たじゃないですか。そうですね。総合格闘技とキックボクシングのチームですよね、はいはいはい、なるほど。蹴り行きますか。いいっすか。これマジで僕初蹴りですから。初蹴りっすか。はい、初蹴りみたいな。2022年初蹴り。マグロの初蹴りみたいな。ボールも蹴ってない、ボールも蹴ってないから。ボールも蹴ってないっすか。ボールも蹴ってない。マジっすか。あんだけ蹴ってたのに。あんだけ蹴ってたのに。無難で。じゃあ行きますよ。OK。 すげー音が立ってる。中を超えてハマるっすね、これマジで楽しい。アドリさんどうすか。ちょっと蹴りやってみようかな。おー、やっちゃう。シャイニーキック、シャイニーキック、シャイニーキック、はい、シャイニーキック。おい、すげー、すげー、アサミさん。すげー。あの、増田先生に褒められることあるんだ。誰ですか。あの、教師の増田さん。昔でしたね。強っ、強っ。パンチは、パンチは、パンチもいけると思う。パンチもいけます。うまいっすな。え、サンドバッグ買ってますかね、アサミさんはね。あ、そうかそうかそうか。さあ、じゃあシャイニーパンチ。これ結構マッスルグリーンレア、レアレアっすね。レア映像っすよね。なかなか。いきますか、ジャブ、ジャブから。うまいな、アサミさん。うまいな。おー、強い強い、すげえ強い、すごい。これ、この動画バズるぞ。あ、強い、めっちゃ強い。すげえ、速い、しかも。え、な、アサミやってたんですか。ちょおー、すごい、すごいわ。距離感が全然わかんない。しかも、こんな服着てますから。確かに。強っ、すごい。これこうなったらちょっと軽くマススパイやるしかない。そうっすね、はい、ボクシングルールにしますか。じゃあボクシング、そうですね、はい、あ、キックもいいっすよ。いや、元気さんがそれ。いやいやいや、怖いっすよ。普通に痛いっすよ、すね痛いっすよ。ああ、はい、マスって当たらないやつっすよね。軽く触れるぐらいっすね。触れるぐらい、はい、そうだから、逆に難しくない、元気さん的には。あ、まあ、元気さんは持ち殴るか、はい、もう当てないかしか多分できないと思う。でもね、俺は多分ね、まあまあディフェンス、あ、なるほどね。僕ね、マジでプロの格闘家の人と、というかスパーリングしたことないんで、僕本当に。うん、そうですよね。ある程度当てちゃって大丈夫ですよ。わかりました。はい、初心者クラスとかだと少し触るぐらいで、あ、まあ、中級者だと本当マス軽く、あとレガースっていうのつけて、はいはいはい、そうですね。はい、でパーソナルでもね、あの、来ていただいて、やりたい方はこうやってちょっと一緒にやってみてください。なるほど。はい、じゃあちょっと元さんと
スマイルで。週一スマイルが殴られ屋やってるらしいんで。よっしゃ。よっしゃ。お願いします。お願いします。おお、うまい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 。いくつ？膝、膝。膝痛い。なるほど。なるほど。怖いよ。怖いでしょ。怖い。すごいわ。怖いよこれ絶対。井上さんのことは、僕のは全然でかいじゃないですか、はい、大きく感じたことないわけですよ、僕より、はい、大きく感じた。でも本当にね、でかく感じた。だんだん元気さんが怖がってるのが分かる。ですよね。あれ本気やられてたら死んでますよ、だから。俺がいなかったら殺されてたかもしれない。確かに。そしたら、はい、マスグルのマススパですよね。そうですね、はい、マスクみたいな。死んだ方が負けということで。死んだ方が負け。ちょっと怖いな、それは。やってくださいよ。ぶっ殺すまで。このシーン始めますね。そう30秒、とりあえず30秒ね。ブレイキングダウンの半分ですから。確かにプロだから、ね、今ので僕やったの何分ぐらいですかね。1分ぐらい。元気さん1分ぐらいありますからね。だからステージで30秒勝負してると思うんですよ。確かに。結構長く感じた。元気さんとスタートをしてもらっていいですか。行きましょうか。そしたらでも俺さっきのアダミさんのミント受けてるから怖えな。いやいやいや、そうやったことないけど。アダミさんは当てありでいいんじゃないですか。はい、行きますよ。怖っ。30秒、よーい、スタート。あ、でもやっぱ距離の。動きがいい。結構短かった。短かったですね。どうすか。いや怖いわ。いやもうなんか何もできないですよね、マジで。もう実際じゃガチで殴り合ったとしても、はい、多分絡っちゃうっていうか。ああ確かに。当たる方と多分当てようとすればするほど結構動きが大きくなるんで余計安くなります。なるほど。なんか僕見てることしかなかったね、マーク・アントンの時から。そうですよね。しかもこれ蹴りとかってなってくるとこうなってくる。確かに。あ、そうそうそうね、蹴りだったね。はあ、綺麗な格闘技。鉄パイプ持って歩くしかない。そういうのはダメです。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、疲れましたよ。結構今ロンティが熱い。もう多分この動画出る頃にはプレオープン中なんで。なるほど。僕も結構いること多いと思うんで、はい、ぜひキャンペーンもやってますんでね、はい、体験とか入会とかも会員登録みたいな感じでしていただくことになると思うので、はい、分かんなかったら全然お問い合わせいただいたりとか直接来ていただければご説明しますので、はい、よろしくお願いします。いいですね。まあ、たまにね、源ちゃんの恋愛相談なんかもやってみたいな。めっちゃいいじゃんそれ。愛するとは何かというと。そっちメインになっちゃう。やっぱね、この前ね、元気さんとキムさんのが一緒にいるところとか見たんですけど、電話してるのとか見たんですけど、ああなんかすげえ。いや、今は、まあいい時なんですよね。相手に優しくしなきゃ、うん、優しくすることで、うん、ね、やっぱりみんなに優しくできる、うん、っていう時期です。勉強になるんですよ、帰って。しかも駅からめっちゃ近いですもんね。そうですね。そうですね、1分かかんないぐらいなんで。バス停も目の前だもんね。確かにバス停も目の前ですよね。お年寄りも全然大丈夫。お年寄りも全然大丈夫ですよ、マジで。いや、むしろその層が多分結構来てもいいですよね、うん、そうですね。この前問い合わせいただいたのは60代の方でした。あ、結構なんか筋トレとかだとハードル高いじゃないですか、うん、あ、バスそうかもしれない、はい、そういう人はまだこういう格闘技とか結構いくつになってもやっぱりね、うん、それは人を殴りたいんですよ。そういうことなの。いや、でもね、楽しいってことはそういうことですよね。まあそうですね、殴って楽しかったですもんね。そうです、確かに、はい。浅草ね、最近俺浅草こにしょっちゅう出入りするので、はいはい、めちゃくちゃ面白いなと思って。いや、ちょっとかなりディープっすよ。ディープっすね、うん、なんかディープなものから新しいものから、はいはいはい、いろいろあるので。だからね、道がね、とにかくすごいこうだから、
確かに確かに五番の目というか5番の目、はい、あれがね、すごい俺の中では迷っちゃう、うん、あざみさん の, あの地元ではないない、はい、風景確かにね、うん、だからまあ面白いですね、やっぱ、うん、ちょっとパトロールしませんか、軽く。そうです、まあ、3年も経てば多分、うん、暴れてるやつもいると思うんですけど僕らも格闘技スキル上がったんで、そうですね、はい、ちょっとね、最近はほらもう時給警察とかもうろうろしてるんで、そんな問題起こすやつは多分いないと思いますよね本来はね、はい、ちょっと見てみましょう。やってるぞっていうのは見せた方がいいと思います。そうですね、そうですね、ぜひ皆さんあの興味がある方はお越しください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。